ドール部隊でも無力だというのか。これ以上は兵士を無駄に損耗するだけだと思いますけどね。ようやく見つけた、あの方へ通じる手がかりだというのに。でもこの惑星を取り囲む宇宙は直径800エクゼで、高速で3日も進めば実証空間が一周しちまうんでしょう。サマール星間連合の本国もあの方もこの宇宙のどこにもいないんじゃないですか。地球とかいう銀河の辺境で奴らとドンパチしたはいいものの、なんだかよくわからない光に包まれて、気づいてみたらこの原始惑星の上、おまけに地球人までいる始末。ここがあの世だって言われても私は信じますよ。だからこそだ、事象の限界を超えるためにもあれを手に入れなくてはならぬ。ルクゾールさん。なんだ。実は、そのようなものがおる。面白い。その検索乗ってみるのも一興かもしれん。しかしうまかったな。リンは料理が上手だな。うちの奴らも見習ってほしいわ。ありがとうございます。で、なぜいきなりお茶しに来たわけ？いや、仕事の話をしに来たんだよ。もちろん。なんだか私の知識が必要とのことでして。これぞ孤児に言う馬の耳に念仏。そうだったんですか？異星人の機動兵器が見つかった。そうだ、未知の種族のものらしくて、今までに見たことのないタイプだ。どうやら放棄されているみたいなんだが、そいつを回収したい。それはメカニックの血が騒ぐ話ですね。場所はここだ。夜行の森の奥、
それでルーが呼ばれたわけね。そうだ。気になるのはどうもグロースもこいつを狙っているらしいんだが、フロンティアネットの反応を観測する分には奴らもう何度も回収に失敗しているらしい。そりゃそうでしょう。あの地には私だって近づけません。何か特別な事情がある？はい、かの地にはプラエドが生息しております。原因はこいつらしい。前に夜行の森に行った時は見ませんでしたね。ええ、この生物は森の奥深く、ごく一部にしか生息していません。そしてそこはすでに森と呼ばれる地ではなくなっています。なぜですか？この生物は自分たち以外の全ての生命体を食らい尽くすのです。いや、タツも食べられてしまうんですもん。はい、数分で骨すら残さず、孤児に言う、タツ取り後を濁さず。なるほど。それでグロースも失敗し続けているというわけ。だがその情報が確かなら俺たちにはこうつまる。私たちの体は BB ですから、生命体に反応するプライドにも見逃してもらえそうですね。事情は分かったけど、ワンダムには報告済みなのよね。私たちにとって最優先任務はライフポイントの探索のはず。それを後回しにしてまでもこの機動兵器の回収は急ぐことなの？もちろんだ。ワンダム司令からエルマのチームに手伝ってもらえと言われたから来たんだ。エルマの言う通り、俺たちには時間がない。ライフポイントの発見が最優先なのは違いないが、ことここに至って敵対勢力の存在が明確になった。しかもそいつらは地球を襲った奴らの一部らしい。そしてそいつらが今こいつを確保しようと躍起になっている。彼らにとって非常に重要なものってこと？もしこいつが俺たちを抹殺する秘密兵器か何かだとしたら、さすがにそれは突飛な発想だと思うけど。分かったよ。それの正体はともかく脅威は少ないに越したことはない。手伝いましょう。いいわね、みんな。はい。よし、決めた。引き受けたからには急いで済ませてしまうのがいいわね。わかりました。ルーさんとタツのお留守番ね。私たちと違ってプライドに狙われちゃうから。おお、ご配慮いただき嬉しいです。リンさん、やっぱりタツのことを気にかけてくれてるんですもん。当たり前でしょ。せっかくチャクチャクと太らせてるんだ。プライドなんか先に食べられちゃたまらないわ。わがまま。準備はできたのか？はい、頑張りますよ。頼もしいな。任せてください。その年で白芸のクルーに選ばれるとは珍しいよな。リン、家族は？死にました、お父さんもお母さんも。地球が異星人たちに襲われたあの日？もっと前、事故だったんです。そうか、すまなかった。いいんです。私のお父さんとお母さん、白芸の設計技師だったんです。でも指揮官の試験中に事故があって、だけどお父さんやお母さんや他のたくさんの人たちが頑張ったから白芸は宇宙へ飛び立てた。人類は滅びなかったんだって今は思ってるから。なるほどな。偉大なご両親の働きに報いると君をスタッフとして迎え入れたわけか。おかげで今はすっごく充実してます。みんなを守れる仕事ができるから。ラオ、それは少し違うわ。彼女が若くしてクルーになれたのは白芸の運行に関する知識と才能があったから。資料に触れやすい環境にあったのはご両親の影響だけど、彼女の能力に対する評価とは無関係。エルマさん、こいつは無神経だったようだ。
すまん、許してくれ。何言ってるんです、私なんてまだまだ半人前ですよ。